松下優也、デジタルシングル、パラドックス 6.21 リリースライブ会場&オンライン限定で SP パッケージの販売も決定。俳優、アーティストの松下優也が2ヶ月連続となる新曲、パラドックスを21日にリリースすることが14日発表された。同楽曲のパフォーマンスビデオのティザー映像も同時に公開となった。パラドックスは縦横無尽に垣根を越え、表現の幅を広げるトラックメーカーアーティスト、プロデューサーの正方と初タッグを組んだ楽曲。得意、類稀でオリジナリティがありながらも、聞きなじみの良いメロディが印象的で、松下だからこそ表現できる多面的なダンスチューンに仕上がっている。振り付けには、確立された唯一無二のヒップヒップスタイルで、インスタグラム、TikTok などの SNS で多くの支持を獲得しているだけでなく、NCT ドリームやタイムレスなど、話題のアーティストの振り付けを担当するカヌを起用した。また、6月28日に開催される、松下優也ライブ2024、ミラーメイズのライブ会場、ヒューリックホール東京と、アーティストオンラインショップ、A スマート、アスマートで、パラドックススペシャルパッケージの販売が決定した。